V40 系電気機関車、V40 型は、またの名を、感動式機関車と呼ぶハンガリー国鉄の電気、機関車である。この機関車は、ガンツ社の設計技師であった、感動、カールマーンによって開発され、V50 系試作機関車の試験結果をもとに、生み出された。ハンガリー国内の商用電力網から、複雑かつ高価な周波数の変換を避けつつ直接、給電できる、 単相 50Hz、交流の河川から終電する世界初の実用電気機関車であった。車体はマーバグ社で製作された。1930年からハンガリー国鉄の電化計画が始まったが、この計画はハンガリーの財政難からイギリスからの借款が充当されていたので、契約上なるべくイギリス製品を用いることが求められた。 そのため、大変換式同期電動機は、ビッカース社製のものが使用された。1932年8月17日に、ブタペストとヘジェシュハロムとの間が、世界初の実用的な 50Hz 単相交流で、電化された。1940年までに29両の V40、軽旅客用電気機関車と、V40 の派生系である、貨物用の V60 系電気機関車3両が、 製造された。河川の電圧は 16KV であった。V40 型と V60 型は、ハンガリー国鉄の電化区間の電圧を統一するために、前述の区間の河川電圧が 25KV に改修された1967年まで使われ、続けた。この機関車は、河川から 16KV50Hz の供給を得て、 その電流を回転章変換器で三照に変換して、車体中央に設けられた直径約3メートル48極の三照、誘導電動機を動かす。4つの同軸はロットを介して駆動される。この機関車の主電動機は、ごく切り替えによる4つの固定された速度ステップを有し、ステップ間では抵抗値を加減できる液体抵抗器により制御される。 抵抗器は効率に優れないため、加速と減速の際のみに用いられる。V40.016 と V60.003 がハンガリー鉄道博物館に保存されている。主電動機のレプリカはハンガリー電気技術博物館に展示してある。また、量産される前の試作の愛変換機が大札大学電気技術学部の感動校舎に展示されている。ありがとうございます。